じゃあ、下友紀です。今、います。パリにいるのは、ヨーロピアンに出るためですね。試合で。で、土曜に試合があって、今日が木曜日で、今、体重が64キロぐらいで、まあ、試合、土曜日に計量だけやって、日曜日に試合があるんですよね。だから、あと、1点。5キロぐらい落とせばいい感じで、まあ水抜きすればまあすぐ落ちる量なんで、まあ全然余裕なんですけど、まあでもちょっと家に湯船とかなくて、またどっかサウナ行けばまあ簡単に落とせるんですけど、ちょっとね、今回のボディの仕上がり具合をね、皆さんとこうチェックしていければと思います。まあ、結構セクシーな動画になるんで、ちょっとお子さんとかはね、ちょっと見るときに気をつけてもらってくれればと思います。まあフィジカルトレーニングしてて、僕、大きな大会とかは、ルースター級っていう、道着込みで57.5以下の階級で出てて、まあ、その時は結構ハードな減量してたんですけど、やっぱライトフェザーだとね、まだあんまり減量いらなくて、なんかまあちょっとフィジカル的にはちょっとアドバンテージが少ないっていうか、まあ、むしろちょっとフィジカル的に負けてることが多いんで、まあ、ちょっとフィジカルトレーニングしつつ、体重もちょっとずつ増やしながらやっていこうとしてる結果をね、報告っていうか、まあでもそれでもやっぱり体重落とすの簡単だし、まあ余裕だから、まだまだ筋肉つけれるなっていう感じなんですけど。ね、まあ、一応今の時点での仕上がりっていうか、こういう感じですね。まあ腹筋は、まあ、割れてるっちゃ割れてるっす。ちょっと光が今変な感じになってる。腹筋が割れてるっちゃ割れてるけど、まあでもそんなやっぱバキバキじゃないっすよね。多分体脂肪率10%ぐらいかな、多分わかんないけど、見た感じは。そうっすね。まあ、腕とかは、もともと太いんですよね、腕とか。最近こう、ベンチとかもやってて、まあ、ベンチもそんなやってないんですけど、まあ、胸筋とかは、そんなか。まあ、結構やってるのは、こういう、まあ、懸垂とか、こう、デッドリフト系とか、あとケツ、足腰とかは結構やってて、この辺の起立筋とか結構弱くて、僕結構こう、頭上げるみたいな動き結構苦手だったんですけど、まあ、最近ちょっと良くなってきてるかな、ちょっとフィジカル的にも、まあ、やりやすくなってきたかなっていう感じがします。ちょっとなんか前より盛り上がってる気がするんですよね。この辺。どうすかね。まあ、背中とか、もう懸垂とかは結構荷重で懸垂とかしてるんで。どうすかね、これ。と、そのちゃん。感じ。これとこれどっちがいい？もう一回やって。これと。もう一回。こっちの方がこっちの方がいい。いい。うん。めっちゃ強い。ありがとう。結構、まあ、こういう感じで、まあ、ちょっとずつ、まあ、この腹筋は、まあ、でもやっぱこう、力入れてなかったらこんな感じなんで、やっぱルースター級の時とかはね、ほんと減量、結構頑張ってやってたから、もう落としたら、腹筋にもう血管出るぐらいで、多分7%とか、ほんとそれぐらいいってたと思うんですけど、まあライトフェザーだとね、しかも今回全スケールだから、まあ本当はもっと水抜きして落とすぐらいでがいいんだと思うんですけど、まあちょっとね、まあ去年の夏ぐらいから体重、ライトフェザーの体重作ろうと思って、まあ筋トレとか、まあ食事とかも、まあ取り組んできて、まあまだ
半年ぐらいしか経ってないんで、まあやっぱね、普通にやると体重ってまあ筋肉で増やすには毎年1年で2キロぐらい増えても2キロとかしかあんま増えないとか言うし、うん、まあ簡単ではないんですけど、まあいい感じなんで、まあ今回の試合とかも、まあちょっとまだ自分の中では、まあ、まだまだ成長過程っていうかなんですけど、まあ試したいこととかもいっぱいあるんで、まああんまりその結果にとらわれすぎずに、まあもちろん結果出すことにはこだわるんですけど、その負けることは恐れすぎずに、まあ新しいことしっかり試して、うん、行こうと思います。まあもしそれがまあ失敗したとしても、まあまだまだ成長過程っていうか、なんで、まあもしかしたらもっと先にうまくいくかもしれないし、まあ今回でもうすでにうまくいくかもしれないし、まあその辺はまあやってみないと分かんないことも多いんですけど、まあちょっとその辺楽しみです。ちょっとね、試合とかフローグラップリングで見れるんで、もしねよかったら、まあ後からアーカイブでも見れるんで、ぜひチェックしてみてください。また試合後はまあちょっと反省っていうか、まあ勝っても負けても、まあこんな感じだったっていうのは話そうと思うんで、まあラジオとか、まあツイッターとか、まあ YouTube とかぜひチェックしていただけたらと思います。バイブー。